ルの YouTube チャンネルです。はい、今日のメンバーは読売テレビアナウンサーの諸国さよこと、同じく読売テレビアナウンサーの中村ひでかと沢口美穂です。よろしくお願いします。お願いします。なんかこんな張りでしたっけ、いつも。いや、最初のテンションに合わせてやったすいません、ちょっと高めからいっちゃいました。楽しい企画あるんでしょ。そうなんです。今日の企画はですね、YTV アナウンサーあるあるカルタ。あるあるカルタ、この中にはですね、ひらがな一文字が書いたピンポン玉がたくさん入ってます。おー、これ2ですね。本当だ。つまり5順を全て入ってるんですけど、私がこうやってランダムに引いたこの文字を頭文字としてカルタを作ってもらいたいと思います。なるほど、あるあるだよね。そう、タイトル通りそのアナウンサーあるあるで作ってほしくて、まあ、アナウンサーとしてでもいいですし、この身内の YTV としてのあるあるでもいいですし、もう自由な発想でカルタを作っていって、まあ日本語なので50音ありますよね。そうだね。50個できるっていうことです。あ、面白い面白いっていうのを今日は第1回やっていきたいと思います。できるかな。最初の一文字目だこれ。はい、じゃあ、あるあるな。じゃあ記念すべき第1回、頭文字はこちら。シンキングタイム。これ真剣に普通に考えればいいんだよね。はい、普通に考える。へから始まる。へ。あるあるか。あるかな。もう書き進めてる二人とも。書けました。これどういう風に発表していくんですか。どうしましょうね。1回目大切ですからね。1人ずつ見ていこうか。そういう感じにしましょうか。あー、OK、はい。アナウンサーあるあるこちら。ヘクション NG。 まあそうか、そりゃそうだ、確かに、放送中とかですよね。たまにくしゃみしたくなる時ある。わかる。でもあの放送前は結構、ってなってても放送始まったらなんかスッとこう治ったりしません？そう、なんでだろうね、あれ不思議。なんか緊張感なのか何なのか、そう、しゃっくりとかも直前までしてて、でも放送になったら止まってたりとか。いや、めっちゃわかります。不思議なんですけど、変なパワーがちょっと出てますよね、本番中って。だけどもあの咳とかはたまに出ますね。あれがこういかにマイクをこう、みたいな、避けてやるか風にするかっていうのは、これはアナウンサーあるあるかなと。はい、確かに確かに。蛇を首に巻きつける、特に1年目は。どういうこと。巻きつけてた。巻きつけてましたよね。見たかもしれない。そうそう、あのあれ本当に初めてのロケじゃないかぐらい、もうロケ初心者ぐらいの時に、1年目の10月だったかな、なんか爬虫類カフェに連れて行かれて、覚えてるわ。すんごいでっかい蛇をこう首に巻きつけて、平気な顔で、あ、かわいいみたいな言わないといけないみたいなロケがあって、これはあるあるなんですかね。特に1年目はで、あるあるから YTB は、あ、そうだよ、 YTB はやった覚えないけどな。あ、やらなかった。やってないですよ。でもいろいろやったでしょ。出てものとか、あ、確かコオロギ食べたりとか。平均点での成功よりマイナス100点の大失敗。おお、いいこと言うじゃん。はい、これは、ギューンで学んだんです。あ、平均点だと使われない。あ、そうだよね、普通の仕事だったら、まともな方を選ぶはずが、こっちでは失敗をね、なぜか好まれるっていう。失敗だけをチョイスして、ギュッと編集されるんで、もう失敗しかしてないっていう。
めっちゃ共感できるわ。でもそれが正しいのかなって思っちゃってるんですけど、正しいですかね。ただ、まあ、全力でやった上での失敗だからだと思うんですよね、うん、どれもこう手を抜いてやっての失敗じゃなくって、はい、一生懸命全力を尽くして成功させようとして必死にやった結果のマイナス100点の大失敗だからこそ面白いんだと、うん、確かに。だからこっちから狙うもんでもないし、そうですね、うん、まあ、全力でやりきるっていうことなんですかね。ねえ、ああ、でもめっちゃいいこと言うじゃん、ね、ありがとうございます、うん、ギュンで学んでるんだね。向上してるよ。向上してますかね、うん、まあ、これを、まあ、大事にギュンでは私はやろうかなと思ってます。素晴らしい、ありがとうございます。点では点ではあの平均点狙いで。それ正しいと思う。まあ、みんなメンバー一人一人がこうやって出していくんですが、一つ決めなければいけないんですよね。あ、そうなの。そう、全員のは採用されないんだ。はい、最終的には50音のカルタを作りたいので、で、かぶっちゃったら良くないので。難しいね。実は私も入った年に蛇巻きつけてた。あ、聞きました今、あの上村先輩、大先輩、アナウンサーの大先輩が。え、首、私も入社した時、蛇首に、あ、なまってしまった。久しぶりに喋るんで。ヘビ首に巻きつけました、だからあるあるです。それはあるある。30年前もやりました。本当ですか。皆さん聞きましたか。これは強烈な強烈な援護射撃があったね、裏付ける証拠がありましたよ今。確かにね。どうしましょうね。じゃあここにいるみんなで投票する。ああ、スタッフも含め、はい、そうしましょうか。はいはいはい、あ、数えよう。それで数えますか、うん。まずはエントリーナンバーワン、諸国さよこアナウンサー、フィクション NG 挙手をお願いします。1、2、3。で、あのこれすごいらしいなと思ったのが、音声さんがね、困りますよね、フィクション。それでは中村アナの蛇を首に巻きつける、特に1年目はがいいと思う人、挙手をお願いします。すごい。1、2、3、4、5、6、7、8。もうこの時点で中村アナに決定。決定です。まさかでしたね。え、いいな。いや、あの誰も入れてくれないだろうからって言って私自分であげたんですよ。ということで、ガードツ、はい、YTB アナウンサーあるあるカルタ、略してアナカル、第1回はこちら、ヘビを首に巻きつける、特に1年目はに決まりました。おめでとう。じゃあ考えとこう、いろいろぜひご覧いただきたいと思います。ということで、YTV アナウンサーギューンの YouTube チャンネル、これからもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。